シュテッティン条約、またはシュテッティン同盟は30年戦争中、スウェーデン帝国によるポメラニア広告占領の法的根拠を与えた条約。条約は1630年8月25日、9月4日に締結されたが、スウェーデンがポメラニアに上陸した1630年7月10日、7月20日に遡って適用された。スウェーデンは軍事占領を行い、 ポメラニアを足場に、ドイツ中部と南部での戦役を行った。1637年に、最後のポメラニア公ボギスラフ14世が死去すると、新生ローマ帝国軍がポメラニアに侵攻して、ブランデンブルク選定公の広告への請求を認めさせようとしたが、その後の戦闘でスウェーデン軍に敗れた。ポメラニア貴族の一部は転向して、ブランデンブルクを支持した。 戦争が終結すると、1630年のシュテッティン条約は1648年のベスト・ファーレン条約と1653年のシュテッティン条約にとって変わられ、ポメラニアはスウェーデン領となる西ポメラニアとブランデンブルク領となる東、ポメラニアに分割された。1627年にフランツブルクが降伏した後、ポメラニア公国はアルブレヒト・フォン・バレンシュタイン率いる。 新生ローマ皇帝フェルディナント2世の軍勢に占領された。スウェーデンによる30年戦争への介入はシュトラールズントへの軍事支援で始まった。シュトラールズントはポメラニア領でハンザ同盟に加入しており、1628年の包囲戦でデンマークとスウェーデンの支援を受けて帝国軍による包囲に抵抗した。スウェーデンは シュトラールズントと20年間の同盟を締結した。デンマークのポメラニア及び新生ローマ帝国全体での戦役は1628年のボルガスとの戦いと1629年のリューベック条約で終結、シュトラールズントを除く北ドイツ全体が皇帝軍とカトリック連盟軍に占領された。1629年、フェルディナント二世は復旧令を発して、 これらプロテスタント領のサイカトリック化を開始した。1629年9月のアルトマルク、急戦協定により、ポーランドスウェーデン戦争が終結すると、スウェーデンは神聖ローマ帝国への侵攻に必要な軍事力を取り戻した。スウェーデン王グスタフ二世、アドルフの侵攻計画はすでに1627年から1628年にかけての冬に、リクスダーゲンが承認しており、 1629年1月には、数密院の承認も受けた。1630年6月26日、7月6日、グスタフ2世は、艦隊27隻を率いてウゼドム島に到着、ペーネミウンで近くで上陸した。この時の軍勢は1万3000人だった。進行軍は主に1623年のグスタフ2世による、軍勢改革以降、 訓練を受けたた平民で構成されたスウェーデン軍の勢力は1630年3月29日から6月までシュトラールズントを流言島とその近くの敵軍を追い払うための基地としていたが、ここでシュトラールズントから離れた。スウェーデンが主張した侵攻の理由は下記の通り。スウェーデン軍はアルブレヒト・フォン・バレンシュタインの帝国軍に直面しており、 ウチポメラニア占領軍はトルクアート・コンティが率いていた。帝国軍の大半はイタリア半島で釘付けになっており、スウェーデンの進攻に対応できなかった。バレンシュタインは2年前にデンマークの上陸軍を追い払ったが、罷免される直前であった。7月9日、スウェーデン軍はシュテッティンを占領したが、1630年戦役ではオーデル川の河口に足場を築くことで満足していた。 スウェーデン王グスタフ2世、アドルフ1630年7月20日以降、ポメラニア公国の官僚が寄贈していたスウェーデン、ポメラニア同盟第1項は、グスタフ2世に拒否された。第2項はスウェーデンが要求する変更のリストとともに、付き返された。8月22日、スウェーデンポメラニア間の交渉が正式に始まり、グスタフ2世も9月1日に自ら参加した。 最終的な交渉は9月2日から4日にかけて行われた。合意がなされたのは8月25日、9月4日だったが、1630年7月10日、7月20日に遡って適用された。同盟は永久とされた。条約はフランツブルクの降伏とシュトラールズンと包囲戦に抵抗したシュトラールズンととの同盟も含んでいた。その後、 1630年8月30日にポメラニア防衛基本法が1631年に宿英令が締結された。スウェーデン王とスウェーデン軍の首脳部は広告の軍事について全権を握り、一方政治と宗教の権力はポメラニア公、貴族と各地の町に残った。広告の外交はスウェーデン王が行うとされた。これらの条約改正がなされたのは、 ポメラニア貴族が広告の軍事権力をスウェーデンへ移転することと、スウェーデン・ポメラニア間の同盟を分離させることを堅持したためであった。条約では、ポメラニアが年中マンターラーを提供すると定めたほか、スウェーデンの中流軍4部隊への補給もポメラニアが行うとされた。1635年時点のポメラニア広告、ポメラニア公ボギスラフ14世は、 同盟を締結した直後、神聖ローマ皇帝フェルディナント2世に手紙を書き、下記のように述べた。この連合は、皇帝陛下や帝国に対してではなく、帝国の古くからの自由と太平を維持するためである。また、公衆の安寧を妨げ、破壊する者から宗教と世俗の和解を守るためでも、ある。従って、私たち、ボギスラフ14世、 と、神聖ローマ皇帝陛下の間の関係が維持、されるだけでなく、法律に基づく義務も守られる。ボギスラフ14世は、帝国の兵士の野蛮さと、残虐さによりもはや選択肢が残されていないとした。しかし、フェルディナント2世が、ボギスラフ14世を許さなかったため、ポメラニアを占領した、帝国軍は、さらに過酷に振る舞うよう命じられた。その結果、 襲撃は頻繁に行われ、建物や集落が燃やされ、住民は苦しめられた。帝国の悪性は、ポメラニア人がスウェーデンを支持する理由の一つとなった。もう一つの理由としては、ポメラニアと違って、スウェーデンには、濃度性がなかったため、スウェーデン兵士は武装した平民であり、ポメラニア平民の交換を得ていた。上記の条約により、スウェーデンは、 ポメラニア広告を徴兵の有り当て制度に組み入れ、ポメラニアにおける、スウェーデン軍の人数を短期間で3倍にすることに、成功した。1630年、カール・グスタフソン・バネールが、スウェーデン中止鉄筋大使に任命され、翌1631年にはステン・スヴァン・テッソン、ビエルケが公認になった。ビエルケは1630年時点では、スウェーデンのシュトラールズントにおける、指揮官だった。 スウェーデン軍は、オーデル川の河口にあった、京東補から新軍を、はじめ、1631年に、帝国軍を完全に、ポメラニア公国から追い出した。シュテッティンの南にあった、ポメラニア領のガルツとグライフェンハーゲンは、それぞれ1631年1月4日と5日に、攻撃された。領庁は、それぞれ1630年6月4日と7日から、 帝国軍が守備についていた。ガルツとグライフェンハーゲンを占領したことで、スウェーデン軍はさらに南下して、ブランデンブルク剪定高領に進攻したり、精神して西ポメラニアやメクレンブルクシュベリンに攻め入ることができるようになった。ポメラニアにおける帝国軍の最後の取りはグライフスバルトであり、1631年6月12日以降スウェーデンに行為されていた。帝国軍の指揮官、 フランチェスコ・フレデリーコ・ペルシが乗馬中に撃たれると、帝国軍は6月16日に降伏した。グスタフ・ニセイも、ブランデンブルクから戻って包囲戦を視察しようとしたが、到着した時には、宿賀を受けた。ポメラニアの平民は徴収されて、軍事建築に借り出されても、スウェーデンへの支持を続けた。一方で、町の方ではブルジョアが、中流軍との紛争を起こした。 グスタフ2世はいくつかの命令を下して、兵士とブルジョワの交流を制限したが、1632年時点では、すでに、規律のない兵士に対する騒動を止められなかった。より大きな町は、スウェーデン軍の要求を拒否することも多いという。グスタフ2世がポメラニアに上陸した時、ドイツのプロテスタント諸公は、彼の介入について、不信感を持った。1631年4月、 プロテスタント諸公は、ライプツヒで行われた会議において、自分で第三の戦線を開くと、決定、1630年8月1日にすでに、スウェーデンと同盟したマクデブルクを除いて、スウェーデンと同盟しなかった。スウェーデンの戦略では、マクデブルクをドイツ全体の反乱の起爆剤にしようとしたが、この戦略は初期には、効果が上がらなかった。1631年初 スウェーデン軍はブランデンブルク先帝公領に進軍した。1631年1月23日、スウェーデンはブランデンブルク領でグライフェンハーゲン近くのベールバルデにてフランス王国と同盟を締結した。ブランデンブルク領のフランクフルトアンデア・オーデルとランツベルクアンデア・バルデはそれぞれ4月15日と23日に占領された。その後、ブランデンブルクは5月14日。 6月20日、9月10日に、スウェーデンとの条約締結を余儀なくされた。これらの条約により、ブランデンブルク戦抵抗ゲオルクビルヘルムは、ブランデンブルクの軍事の支配権をスウェーデンに渡す、ことを余儀なくされたが、同盟は拒否した。スウェーデンは、マクデブルクを支援することができず、1631年夏には、ティリー・ハクヨハンセルクライスの軍勢がマクデブルクを、占領。 略奪した。大火により、市内に残った建物が焼け落ち、住民2万人が死亡すると、プロテスタント諸公は、不信感を拭い去って、スウェーデン王を支持した。ティリー博がザクセン先帝公領を攻撃すると、ザクセン先帝公は自軍を、スウェーデン軍と合流させ、両軍は1631年のブライテンフェルトの戦いで、ティリー博の軍勢を、決定的に撃破した。 帝国軍とカトリック連盟の連合軍が敗北したことで、スウェーデン軍がドイツ中部や南部まで追撃することができた。ボルガストにて本国へ輸送中のグスタフ2世、アドルフの遺体、1633年、カール・グスタフ・ヘルクビスト作。グスタフ2世は1632年11月6日のリュッチェンの戦いで戦死した。ブランデンブルク戦抵抗。 ゲオルクビルヘルムは5月31日に、シュテッティンで行われた葬儀に参加。ポメラニアの継承に参加できれば、シュテッティンの同盟に加入すると提案した。ポメラニア家最後の男子ボギスラフ14世は1631年4月に、すでに卒中をきたしていた。スウェーデンは、ブランデンブルクの提案を承認も拒否もしなかった。1634年11月19日。 連帯憲法により、ポメラニアの行政が改革された。1569年の分割により、ボルガストとシテッティンでそれぞれ成立した政府は3月18日に統合されており、新しい憲法ではこの政府の構成を総督一人、総裁一人、他成員七人に変更した。1634年のネルトリンゲンの戦いで、スウェーデンが、 初めて大敗すると、新生ローマ皇帝フェルディナント2世とプロテスタント、諸公数人が1635年5月に、プラハ条約を締結した。カルバン派のブランデンブルク選定校は、条約が復旧令を撤廃しただけでカルバン派の容認について、言及しなかったので、いやいやながら締結したのであった。ブランデンブルク選定公に締結させるべく、スウェーデンとフェルディナント2世は、 ブランデンブルクにポメラニア公国の継承を保証した。また、ネルトリンゲンの戦いで敗北したスウェーデン軍の大半はポメラニアに撤退。続いて、帝国軍が1636年にポメラニア公国に侵軍した。スウェーデン数密院はシュトラールズン島を除くポメラニアを放棄することさえ検討した。スウェーデン兵士の暴虐さもポメラニアのスウェーデン軍への 教室物資もその後数年に頂点に達した。スウェーデン軍と帝国軍の傭兵は両方とも補給が不足したため、現地民から強制徴収していた。1637年に発されたカピチュレーションでは、軍の侵入とブレーサについて述べたが、兵士への厳罰はしないとした。1637年2月24日、ポメラニアの官僚は、 ボギスラフ14世が死去してもポメラニアの1634年基本法は有効のままであると定め、スウェーデンもそれを承認したが、ブランデンブルクは拒否した。ステン・スバンテッソン・ビエルケ1637年3月10日、ボギスラフ14世が後継者のないまま死去した。3月11日、スウェーデン大使ステン・スバンテッソン・ビエルケは、ポメラニア当局に、 シュテッティンの同盟を履行することと、ブランデンブルクの介入を跳ねつけるよう助言した。3月14日、ブランデンブルク戦抵抗ゲオルクビルヘルムは、スウェーデンのクリスティーナ女王に手紙を書き、1493年のピュリーツ条約と1529年のグリムニッツ条約に基づく、自身のポメラニア広告の継承権は、同盟に影響されないと述べ、クリスティーナに、 それを尊重するよう求めた。彼は同じような手紙をビエルケとスウェーデン元帥カールグスタフ・ランゲルにも送った。同日、ブランデンブルクの旧死が選帝公の欧州場を持ってシュテッティンに現れたが、ビエルケは即座に彼を投獄して公主刑に処すると脅した。翌日、選帝公はポメラニア貴族に自身の進化として振る舞うよう警告した。 ブランデンブルク戦抵校、ゲオルクビルヘルム、グスタフ2世、アドルフの議定百6 3 7年3月19日、ポメラニア貴族の代表は、スウェーデンブランデンブルク間で合意するまで請求を一時停止する要選抵抗に嘆願したが拒否され、ビエルケも3月24日にブランデンブルクとの、いかなる交渉も拒否すると宣言した。ビエルケは4月3日に、 ブランデンブルクの請求自体を挑戦するつもりはなく、ブランデンブルクがスウェーデンの請求を無視していることを挑戦しただけと釈明したが、ウランゲルは4月12日にブランデンブルクの請求を拒否すると述べ、ポメラニア貴族にスウェーデンへの忠誠を守るよう助言した。ゲオルクビルヘルムは4月28日に帝国の介入で脅しつつ、3月14日に述べた請求を再び述べた。 フェルディナント2世は、ブランデンブルクの継承を確認する、特許状を発し、ゲオルクビルヘルムも5月22日に、特許状を発した。ポメラニア人は6月7日から29日にかけて、ラントタークを開き、ビエルケとポメラニア貴族は来たる、ブランデンブルクの占領に抵抗すると合意した。1637年8月、マテアス・ガラス率いる帝国軍は、 ポメラニアとメクレンブルクシュベリーンの境界に移動、スウェーデン軍も、ポメラニア側の国境に集中した。ガラスは10月末に撤退したが、ホンブレドーは10月24から25日にかけて西、ポメラニアに侵入、トリープゼース、レーツ、ボルガスとデミーンを占領した。ポメラニア広告南部の貴族は寝返って11月25日に、ブランデンブルク選定校に忠誠を誓い、 東部地域のシュラーベとシュトルプでは、貴族数人が、ダンツヒで選定校の代表と面会して1638年1月1日に、東プロイセンに移住する許しを得た。同月、フェルディナント2世は、ポメラニア広告を報道として、ブランデンブルク選定校に与え、1月26日に、ポメラニア貴族に受け入れられた。ポメラニア政府は3月に辞任した。 ヨハン・マネール1638年4月3日、数密院は、ポメラニアについて、当議、広告の占領を決定した。5月2日、アクセル・リリーとヨハン・リリー・ホークがスウェーデンから、ポメラニア総督に任命されたが、二人は主に軍事を、司り、行政は、他の役人に任された。ヨハン・リリー・ストロームは、ポメラニアを、スウェーデン帝国に組み込むタイムラインの草案を、 作成するよう命じられた。1638年7月28日、スウェーデン減水予ハバネールは東、ポメラニアから攻撃を開始、西ポメラニアの帝国軍を攻めた。ポメラニア公国はその後の戦役で荒廃した。バネールは年末までに公国全体の総督に任命された。ブランデンブルクは1639年から1641年にかけて、 武力による再占領を計画したが、計画は進まなかった。しかし一方で、スウェーデンとポメラニア政府による文民政府の再設立も失敗した。スウェーデンとブランデンブルクは1641年7月14日に停戦協定を締結したが、1642年2月と1643年4月の交渉はまとまらなかった。 1643年9月1日から7日にかけて、ヨアヒム・エルンストフォン・クロッコフ率いる帝国軍がポメラニア公国に侵攻、東ポメラニア西部を占領した。ハンス・クリストフ・フォン・ケーニヒスマルク率いるスウェーデン軍は10月1日にクロッコフを攻撃した。戦闘は11月12日にクロッコフがケーニヒスマルクの追撃を受けつつ撤退するまで続いた。 カール・グスタフ・ウランゲル30年戦争を終結させるための平和交渉がオスナブリュックで行われている最中、ポメラニア代表は1644年初と1645年10月から1647年8月にかけて交渉に臨んだ。シュトラールズントが独自の代表を派遣したほか、ポメラニア公国の残りはマルクス・フォン・ワイック・シュテットとフリードリ・ヒルンゲが代表。 スウェーデンとブランデンブルクとも二人を承認した。8月3日、ブランデンブルク選定校、フリードリ・ヒビル・ヘルムの代表は、広告の分割について、スウェーデンと交渉し始めた。ポメラニア貴族は10月に分割を拒否して、ブランデンブルクに他の選択肢を検討するよう求めたが、分割は1647年1月28日に、オスナブリュックで、確定。 1648年10月24日に署名されたベストファーレン条約で正式に定められた。ポメラニアはスウェーデン領となる西ポメラニアとブランデンブルク領となる東ポメラニアに分割された。スウェーデン元帥カールグスタフ・ランゲルは1648年にポメラニア総督に任命された。講和の後スウェーデンはポメラニアの占領軍の動員を解除。 兵員2000から4000を維持した。スウェーデン・ブランデンブルク間の国境線の交渉は1650年初に始まり、1653年5月4日のシュテッティン条約で終結した。ボギスラフ14世は1654年5月25日にようやくシュテッティンで埋葬された。ありがとうございます。